俺たちはまた一つになれる。さあ望む自分になれ。歌を歌うのは大好きです。未練とかは別に。主役は俺だ。なんだかとんでもないところに来ちゃったな。お前ちこだよ。下手なもん見せたらすぐに叩き出してやる。ラジオペこちら青山オペレッタ広報部。AM1008FM933ABC ラジオがお送りしています。ラジオペこちら青山オペレッタ広報部。この番組は2次元と3次元がクロスする新演劇コンテンツプロジェクト青山オペレッタの見どころを紹介しながら出演者とトークを繰り広げ青山オペレッタの魅力を発信していく番組でございます。皆さんこんばんは。今夜は僕八木尾拓也役の小林達之が MC を担当いたします。まずは今夜の出演者元気よくご挨拶お願いします。はい、こんばんは。チャラ系恋愛体質の人気オペラ歌手桜井の役大隅優太です。イエーイ。そしてこんばんは、体育会系熱血ピアボーイ北岡直澄役の岸洋介です。よろしくお願いします。お願いします。イエーイ。すごいここ読むの上手ですね小畑君。俺もさ今同じこと思ったの。ラジオ向いてるわ。いや向いてる。ありがとうございます。 M1008FM933 うまっ。昼の FM 聞いてるかと思った。ありがとうございます。素晴らしい。照れちゃう照れちゃう。はい、ということでこの放送4月です、うん、あ4月入りました。4月に突入しました。新年度スタートでございます。うん、入学式なんかもね、うん、あるシーズンなんだけれども、はい、みんな、はい、出会い別れ出会いと別れありますけれども、うん、それぞれなんかね学生時代になんか思い出とかある？なんかあのね、うん、あの先週もちらっとそんな話したんですけど、僕あの小学校と中学校が隣合わせで、めっちゃ近いんだ。この9年間もメンツ変わらないんですよ。はい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 。だからね、なんかあの高校の入学式の時にすごい不安な気持ちになったの、うんうんうん、みんなと離れ離れになっていくっていう。僕だけが違うとこ行ったんで、だいたいみんなその市内の、まあ、何個かある中でも、まあ、固まるじゃないですか、うんね、100人いたら22、22、22、22、22、22、僕だけ1人一人だけ本当に1人だけ行ったの。本当に1人だけ。それもめったないことだよね。それねサッカーで行ったんです。素晴らしい、素晴らしい、素晴らしいよね。かっこいいよね。かっこいいよ。でもそういう新生活ドキドキした。そうやっぱり高校の時の ねドキドキはねすごかったっす、ね。うん、いやなかなかないけど。陽介はなんかある？いかにモテるか。大事。いやいかにどんな印象を残せるか。あ最初でね、うん、で3日で崩れるんだよね。まあそうだよね。全部全部嘘だったっていう風になる。いやなんか想像つくわ、なんか、うん、でしょ。最初のなんか済ましてて、そうそうそう、もう無理なのよすぐね。俺もいかにモテるか考えてたんですけど、うん、すぐ坊主になっちゃって、そうだよ。でもさ顔が綺麗だから坊主でも大丈夫だよね。そうだね、綺麗なね。周りもみんな坊主だったから、うん、なんかノリでいけた。なるほどね。そうだね、周りもねみんな坊主だった。なんかそう変な高校1年生の感じだったな、うん、春、春ね、うん、いやいいね、なんかドキドキするね。え、あなたは？いや私はですね、いや、うん、でもそうですね、なんかまあ、高校デビューみたいな感じで頑張ったのは一緒かも。なんか頑張るよね。なんかクラスに一応同じ中学の子とかいたけど、なんか新しく生活を始めるってことでなんかちょっと気合を入れていったんだけど、まあ同じだよね。3日ぐらいでうわーってなるよね。わかるわかる、わかるな。そんな感じだったなっていうのをめちゃくちゃ思い出す。うわ、なんかドキドキの季節でございますね。いやということでですね、今夜はね青オペメンバー歌うま三人衆って書かれてるんですけど、歌うまメンバーが揃ってるってことで。そんなそんな、いやうまいよあんたたち、いいよ。ありがとうございます。いいよビブラートいいよ。そんな聞いてるよ。本当にすいません本当に。うまいけれどもあなたたち、はい、あのねもちろん舞台ではねたくさんお歌の方は聞かせていただいておりましたけれども、はい、うん、まあプライベートとかで、うん、なんか例えばカラオケとか行ったら、うん、なんかよく歌う曲とかあります？あります。聴く曲とか基本的にやっぱ、うん、よっ酔っ払うと楽しくなって歌いたくなるっていういつものパターンなんですけど、うん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 、あーなるほどね。もうね1曲目は絶対もう大体決まってますね。何何よ。Say Yes です。最高だね。待って待って、今俺結構ズドンときた。最高だな。ねえ1曲目そんな感じですよね。辻村さんね、ね知られてる。俺そんな感じですよね。 Say Yes から いいね。
セイエスアイって。いや風が起きるね。ちょっと近いかもね。え、陽介は？私はもう完全ずっと桑田佳祐さんが憑依しますから。ああ、なるほどね。カラオケってモノマネしに行くとこだと思ってるんですよ基本的には。確かに。そうそうそう。普段の活動とかではさ、うん、まあ、もちろん歌ってると思うけど、うん、やっぱジャンルが違うさ、そういう何て言うんだろうね、なんか影響を受けたアーティストさんとかだったりとか、うん、カラオケでしか歌えないもんね。なんかそうなの、ね、なんならね、楽しいよね、うん、だからね、うん、カバーする機会もあんまりないから。間違いない。 何歌いたくなりますか、小田津君？私はそうですね、なんかもうそうだな、なんかバンドをやってたから、うん、なんかそういうバンド系の曲を歌ったりとかはしてるんだけど。バンド系？そう、なんか昔バンドで歌ってたのがアシッドマンとか。うわー、そうなんだ。そうだからたまに歌いたくなってそれを歌ったりとかもしますし、聞きてーあと斉藤和義さんが好きだから。最高だね。そういう曲を歌ったりとかはしますけどね。いいじゃないで、カラオケ行きましょうね。カラオケ行きましょうね。聞きたいし、行きたい、ね、行こうね行きましょう、みんなで。ぜひぜひぜひ。はい、ということでこの今夜はね、歌うま3人集でお送りしていきたいと思いますけれども、お願いしますお願いしますあのソウルの皆さんからねメールが届いてるのでご紹介していきたいと思います、はいはい、まずラジオネーム、おそのの細い腕でわしづかみにされたいハートさんからいただきましたありがとうございます細いのかうるせえうるせえ、うん、はい、こんばんは、うん、ラジオペいつも楽しく聞いています、はい、第3弾舞台の彦さん権現誓いの助たちが好きすぎて、未だに DTV の配信で何度も見返してはやっぱり面白いってまた見てしまいます、うん、個人的にはおそのと六助のその後のストーリーがすごく気になって、2人に子供ができたらどんな風になってるのかなとか、幸せに暮らしてるのかなとか、子供が息子なら剣術などを教えて鍛えるのはおそので六助は強いながらも教えず泣いたりくじけたりした息子を優しく見守ってるタイプかなとか、でも悪者に子供がさらわれたりしたら怒り爆発して真っ先に助けに行くのは六助だろうなとか想像が膨らんだくらいです。すごいね、すごいですね、すごい妄想、ね、その後のストーリー展開が今後の舞台で描かれたらすごく面白いなと思っています。岸君とノブ君の掛け合いが大好きで個人的には待望しています。家族の話や笑いあり涙ありで面白くなりそうで、続編もありじゃないですかとノリノリのなるほどレビューショーのキラキラと楽曲も大好きです。前にラジオペでお話しされていた青山トワイライト、マキさんのアコースティックバージョン、岸くんがギターとコーラス、ノーバメンバーバックダンサーというのを本当に見てみたいですいろいろと夢が膨らみます。これからも私の楽しみの一つとして青山オペレッタ応援しています。メッザメンバーも楽しみですし、5月のイベントも楽しみにしています。ということです。ありがとうございます。打つの大変だったでしょうね。いや、すごい打つのだありがとうございます。もうね、すごいのよメールの質がそうですね、ありがとうございます。熱量が皆さん嬉しいですね。ありがとうございます。え、どうですか、なんかおそのと六助の今後とかね。いやもう全然、いや、やらせていただきたいと思うけども求めてるのもしかしたらそのラジオネームおそのちゃんと俺らぐらいかもしれないから、うん、そこだけはね、世論ちゃんと見ていこう。おそのちゃん世論、ね、世論ちゃんと見てった方がいいかなと思うんで。いやでもいいですよね、なんかその劇中劇っていうのはもうやっぱ完結されて、あの、ね、舞台で進んでいてるんで、うん、その後を考えたことってあんまなくなかったんですか。ないね、うんうん、なかったから、うん、いやだからすごい発想があれですごく面白いなと思うんで、ね、でもこのレビューショーのキラキラと楽曲大好きですみたいな、うんうん、いい話ですね。そうですね、うん、なんですかこのマキさんアコースティックバージョンとか、岸くんがギターとコーラスとかって、そういうお話があったみたい。マジラジオペであったのかな、ね、うん、あったんだろうね、うん、あったんだろうね。いやでも、うん、あの両機とかが割とその青山トワライトとかで後ろでちょっと踊ったりしてみたいって言ってたから、うんうん、めっちゃいいと思う、ね、いやいいね。とりあえず後で行動教えてそうね、コードだけ教えてもらえる、うん、はい、教えてください。ということで、あのおそのの細い腕でわしづかみにされたいさ、あの住所の記載がなかったみたいでステッカーが送れないので、住所をぜひ送ってください。お願いします。お願いします。ステッカーもらってくださいよ。お願いします。はい、それではメールありがとうございました。ありがとうございます。オリジナルステッカーをね紹介させていただいた方にはお送りしますので、うん、ぜひ皆さんたくさん送ってください。よろしくお願いします。というわけで、あ、すいませんというわけでラジオペでは皆さんからのメール募集中です。ふつおた、番組への感想、ラオペメンバーへの質問や相談、メッセージなどなど何でも OK です。宛先は ao@abc1008.com ao@abc1008.com までよろしくお願いします。はい、メールたくさん待ってます。はい、さ、先週はゆうたくんとよすけくんがラジオペ初共演ということで、はい、うん、緊張感がね、まあ、でももう打ち解けていた感もあり、ね、間違いないですよ慣れてきたと思うので、はい、先週の放送を超えられるように楽しくトークしていきましょう。はい、それでは番組スタートの掛け声いきますよ。
ラジオペ、こちら青山オペレッタ広報部スタート。改めましてこんばんは、ラジオペ、こちら青山オペレッタ広報部。今夜の MC は八木尾拓也役の小林達之です。そして今夜の担当は桜井の役大隅優太です。北岡の泉役の岸洋介です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて今夜もメール祭りじゃん。メール祭り、それの皆さんからのメッセージを紹介しながら青山最新情報もお届けできればと思います、はい、それでは早速紹介していきたいと思います、はいはい、ラジオネームまこさんからいただきました。ありがとうございます、はい、こんばんは、初めてメールします。ありがとうございます。ありがとうございます。岸洋介さんに質問です。優しい、ありがとうございます、はい、役者さんだけではなくシンガーソングライターとしてもご活躍されていますが、はい、青山オペレッタの各チームの曲を作ってほしいというオファーがあったら、はい、どんな感じの曲を作りたいですか、うん、よかったら教えてください。よろしくお願いします。ということです。いい、はいはいはい、面白い質問。確かに、うん、僕そう楽曲提供するのがすごく好きで、おーおーおー、ね、それこそゆうたくんとかの声とか、はい、音像とか声オタクで、うんうん、この人ここが鳴るよねとか、このキーが一番気持ちいいよねとか、そういうのを研究するのが大好きで、なのでね、多分僕しか作れない曲ができると思う。であとは、うん、もう一個名指しでいいのか分かんないけど、うん、ジャニーズの楽曲って、うんはいはい、本当に素晴らしくて、うん、であれをね僕はちゃんとこうなんだインスピレーションを受けながら、はいはい、合うのをこう作っていきたいなと思いますね。なるほどね。あ、なるほど。参考にするのがやっぱりその男性もうね、そうアイドルの、もうやっぱジャニーズの曲を作ってる作家さんたちは日本のトップの方々なんですよ。だからね、なんかそこからインスピレーションを受けつつ、うんうん、みんなの声に合うものを、ほーこの人じゃないと歌えないっていうラインにしたいの全部。すごいよね。やっぱそれって耳がいいし、ね、好きなんだろうね声が。好きなんだろうね。なんか青ペってそのきらびやかな言葉、うんうん、こうあまり普段使わないような、はいはいはい、なんだろうな、まあ目覚めのカンパネラ、うん、そうだね、光が舞い降りて、そうね、鮮やかな世界に変わる、うんうん、なんかそういう世界観があるじゃないですか。ね、あるね、うん、そうだからね、曲だけ作って、うん、作詞をメンバーさんにやってほしい。あ、なるほどね。なんか、面白いですね。そう、歌詞みんなで書きましたみたいな風に各チームで書いてもらったらいいのかなってすごく。そっかそっか、うん、面白い、ね、でも視線か曲線かどっち派なの、うんうんうん、なんか陽介は。あ、どっちなの。こういう提供の時は曲線、うんうん、あ、曲を仕上げてっていうか、うん、その人に合った曲をって、そう、メロディーあったものと、うん、でも本当は同じタイミングでやってるのが一番良くて、例えばもうゆうたくんだけいてもらって、うんうん、スタジオいてもらって、うん、これメロをさこうやってやりながらなんだけど、歌詞、うん、あと音えどれが鳴る、うん、鳴ってるとか、うん、やっていくと、ね、それに合わせて書いていくのが一番すごい気持ちいい、うんうん、スムーズにね、気持ちいいですね。いや、じゃあいろんなユニットもねそれぞれ個性があるから、ね、声とかも、ね、いやだからやってみたいなと思いますんで、もし何かあったらそうですね、はい、お話ししてください。ちょっと聞いてみたいかもしれないんで、ね、はい、うん、楽しみです。面白い、ありがとうございます。ありがとうございます、うん、はい、続きましてラジオネーム、はい、このかさんからいただきました、はい、ありがとうございます。皆さんこんばんは、いつも楽しく拝聴させていただいています、うん、突然ですが皆さんに質問です。もし自分が青山オペレッタの101期生として加入したらどのチームに所属したいですか、うん、チームメッザに関してはまだ情報がたくさん出てはいないのですが、このトップスターについていきたい、このチームの雰囲気が好きだから入ってみたいなどなど、決め手などもあったら聞いてみたいです、うん、ちなみに私はノーバに所属して朝日くんに憧れる後輩になりたいです、うん、ゲームの内容もこのような自分が青山オペレッタに入っていたらのような感じだったら私は飛び跳ねます。なるほどね、飛び跳ねありがとうございます。飛び跳ねるやつだいや、ファルチェに入ったら面白いんだろうけど、うん、ちょっとやっぱまずはピエナ目指したいですね。あ、ピエナね、まあでも合いそう、ノエはピエナに、うん、確かにね。じゃあファルチェやっぱ、うん、企画外なんで。いや、てかね、先に基礎的なね、うん、本筋じゃなくて、ね、先になんかこのそうだね、邪道な、うん、邪道な、いや俺もそう思う。いい意味で、いい意味で変わってるもんね、うん、でも変化球をね最初に習わされる感じが、うん、そうだね、ほんとそうだと思う。小林氏はどこがいい。いや、そうだね、いやでも確かにファルチェ以外だったらいいかも、うん、それはちょっと。ちなみにね、俺もね全く同じこと言われてますね、ノーバかピエナじゃない。そう、俺はねノーバですね、うん、もあ、めちゃめちゃかっこいいと思ったの俺最初見た時に、うんうんうん、なんかね王道でしょ、うん、曲も、
ど真ん中ですっていう、やっぱど真ん中がかっこいいと思うの俺。そうだよね、王道行く、すげえかっこいいと思った、ね、やっしノーバはなんかそこまでこのチームの型みたいなのがないから、うん、個人がの自由が許されるというかね、うん、それでいてまとまりもあってチーム感もあるっていうのが、うん、後からまとまってくるみたいな、うんうんうん、一番アベンジャーズっぽいんですよ。わかるいろいろ能力、一人一人の世界線があった上で、うん、ノーバの時はいるっていう感じがするから、うんうんうん、そうだね、憧れるよね。確かに、うん、俺もノーバだな、でしょ、なんかやっぱファルチじゃないでしょでも自分もさっきそう言ったけどそれがあるから、うん、こう他のチームはこういう路線でとかこういう空気で世界でっていうのをやってくれてるのが青ペだと思うんですけどね。まあ、そうかもしれないですね、うん、こちらでやりきれないことは他のチームがやってくれるっていうか、うちの正富もいいですよ、いいですよ、もう本当に、うん、しかも、まあ、ちなみにね、演出の村井さんが一番楽しそうなのはファルチェの演出をしてる時ですよファルチェとなんやかんややってる時が一番楽しそうです、すごいよ、いろんなチームの個性がね光り輝く舞台でありたいと思っております、ね、綺麗にまとめた、ね、本当まとめ方うめえな、いやいや、でね、もう一ついけるかな、紹介したいと思います。はい、ラジオネーム実はタンバリンも好きさんからいただきました、うん、はい、皆さんこんばんは。先日ファンイベントが決定してまだ詳細が発表されていない時に何をやるんだろうと妄想していて、今後オーケストラコンサートをやってほしいなと思いました、うん、青オペ歴は初演の配信アーカイブ勢なのですが、迷宮シャイニングスターのサビでガツガツと拍を刻む力強さに惹かれて、それがきっかけでハマったと言っても過言ではありません。ずっと気になっていたのですが、あれは何の楽器なのでしょうか、うん、教えて、分かる人。ファルチェ曲でも打楽器が気になっています、うん、青ペの楽曲がいいには歌詞がいいももちろんですが、編成がいいも含まれてると思っていて、うん、もしオーケストラコンサートが叶ったとしたら生演奏生歌が聞きたいです。初演ではジュニアが始まる直前に楽器をチューニングするような音があったので、もしかしたら青山オペレッタ本番中に生演奏している劇団なのかと考えるとめちゃくちゃありだなと思います、うんうんうん、もし叶った際はスコアバンドの発売をお願いしたいです。まずはファンフェスタ2023を思いっきり楽しもうと思います、うん、とのことです。マニアックマニアックすげえ、うん、はい、ちょっと聞いてみましょう。じゃあ曲聞いてみましょう。この後か、この曲いいよ、いい曲、これですね、てん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 、はい、はい、これはもうバイオリンでございますね。ストリングス、いわゆるバイオリンとかチェロとかいろんな編成があるんだけど、うん、その弦楽器を総称してストリングスって言うんですよ。あ、ストリングス、ストリングス、これのね使い方なんですよ、こういう曲って。最高だね、いい曲です、本当にいい使い方、本当に素敵本当に興奮しちゃう。へえ、うん、やっぱ音楽マニアからするとやっぱそういうところが、うん、たまんないです ね気になるところなんだね、うん、すごいね、この人音楽に好きなんだろうね。タンバリンも好きさんは結構通、うん、精通していらっしゃる方なんでしょうね、うん、だってあの青ペの楽曲とか聞いて編成がいいって初めて聞いた気がする、うん、なんかこうやってラジオとかでそうやってね、うん、聞いてくれてる人も、ね、いやこれすごいよ、その直前に楽器をチューニングするような音があったので、うん、もしかしたら青ペは本番中に生演奏してる劇団なのかって考えるっていう、この考え方がものすごいいいですね。クラシック見に行ってる人だろうね、きっとちゃんと、あ、確かに、うん、そうだね、チューニングしてますよね。そう、してる音あるよね。そう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 、いいですね、あの地下にいるんですよね、いやだからさ、うん、いやもう本当にあのこうね、迷宮みたいな楽曲ももちろんあるけど、うん、やっぱ劇中劇のね、うん、あの楽曲とかも、うん、まあ、青山オペレッタたくさんあると思うんで、うん、そういった曲ね、この前このね、あのレビューショー、レビューショーで結構そのメドレーとかでやったじゃない、ああいう形式でもいいからさ、コンサートとかでオーケストラでやったらすごいかっこよさそうだなって思う。確かに、ね、それはすごいよ、ね、うん、いろいろ胸が弾む企画が皆さんどんどん盛り上がってますね。なんかいいな、やりたいな、オーケストラとかいいな、青山トワイライトもオーケストラで歌いたいな、小声になっていく、いいと思ういやなんか本当に今回たくさんメールご紹介できて嬉しかったです、うん、皆さん本当にありがとうございます。ありがとうございました。
それではまだまだ紹介できそうなので、もう一通、じゃあこれはね、ゆうたくん紹介してください、はい、よろしくお願いします。メール祭りいきましょう。メール祭り、ラジオネーム青木さん、はい、いただきました。こんにちは。こんにちは。いつも楽しく聞いています。小畑さんに聞いてみたいことがあり今回メールを送らせていただきました、はい、ら、いつも推しである野江さんのことを熱く語っていらっしゃるお姿が面白可愛くてとても好きなのですが、はい、小畑さんは同担拒否ですか野江さんに関しては結構強火で語ってらっしゃる印象なので気になりました、うん、もし違っても見ていて可愛いので同担拒否ムーブは続けてほしいです5月のファンフェスタで皆さんにお会いできるのを今からすごく楽しみにしております。これからの青オペも応援しています、はい、うん、ありがとうございます同担拒否ってそうかな、なんか同担拒否ってなんかよく聞くけど、うん、どういうこと。例えば推しが、うん、あの被ると嫌な人、あ、だから仲良くしてる友達とかと好きなキャラクターが被るのが嫌な人もいるんですよ。なるほど、違うの押してみたいな。そう、私が好きだから一番みたいな、うん、だから他に好きな人はもう見たくないみたいな、そういう、ね、中にはそういう方もいらっしゃるんですけど、中にはね、私は別にそんな同等拒否では絶対拒否やん絶対拒否じゃないですよ、全然大丈夫ですよ、皆さん押してくださいね、桜井の絵をたくさん押してくださいね、怖い怖い、よろしくお願いします、うん、まあでも、うん、あの一番会えてるのは私なんで、うん、やめなさい本当に指導してるのは私なんで、よろしくお願いします。いや、そうですよ、憧れのね、ピエナのね、演出家ですか。そうですよ、やばいやばい、これ怒られるかもしれない、全国の桜井の絵ファンを敵に回してしまうかもしれない。いや、そんなことなくて、ほんとこれは冗談で、嬉しいんですよ、本当に僕としてはやりやすい、もう本当にね、いいんですよ。何がいいかってもう結構もう散々言ってるんですけども、顔も好きなんで、言ってくれてる、そんな言ってるよ、あなたがいないところでガチじゃん、さすが強火、さすが強火、うん、いないところで結構言ってますね、うん、いや見て、この新しくね配られるというステッカーもね、桜、はい、井のえさんの顔、あの、あ、皆さんね、今度見てほしいんですけど、うん、もう何この顔って感じね、かわいい。しかもさ、なんか結んでんのがいいんですよね、やっぱ。あ、そう、ね、よくお気づきで、うん、そう、結んでるのもいいし、下ろしてるのもいいっていうね、2パターンあるんですよね、2パターンあるし、しかもあの服も好きですね、やっぱ華奢でいて、ちょっと力強さもあって、あ、ね、で、あ、歌のパートも好きなの、うん、ノエの、うん、あ、でそれをノエが歌う意味とはっていうのを一人で考えて考察してますこれは完璧な強火ですねすごい、ありがとうございます、うん、嬉しい。いや、皆さん見習ってください、うん、皆さんここまで考察してください考察してください、皆さん一緒に楽しんでいきましょういや嬉しいメールでしたよ、はいはい、楽しかった、ありがとうございます、うん、ありがとうございますイエイということで、あの、たくさんのメール本当にありがとうございます、はい、ありがとうございます。皆さんまたぜひぜひメールたくさん送ってください、うん、はい、お願いします。はい、それではここで1曲、まあ、最近恒例というか、まあ先週もあのちょっとだけ小芝居を絡めて曲紹介したんですけど、ね、うん、まあね、2人は出会っていない関係値むずいっすねこれ勝手にやっちゃったら怖いっすね確かに、なのでなんかまあまあまあフランクに、自己紹介しますわ、うん、あのちゃんとね、あのお世話になってますっつって、あ、え、後輩なんすか一応。そうですよ、そっか、うん、ファルちゃんの方が先輩、そっか、はいはい、うん、でもノエもノエでな、ね、本当普通になんかフランクに、まあ、来てくれそうな気がするよね、うん、はい、わかりました、はい、なんて呼ぶんだろうね、二人で曲紹介、桜井くんとかじゃない、ノエくんなのかな、うん、うん、はい、ということで、はい、まだ出会って間もない二人が、はい、曲紹介出会って間もないしていただきたいと思います、はい、それでは二人よろしくお願いいたします。ノエくん、はい、ファルチェの北岡なずみだ、もちろん存じてます、俺も知ってる、ノーバの桜井です北岡さん、何ありがとうございます、何が、今日は付き合って、あ、こちらこそ、付き合ってくれて、俺、ね、僕の深酒に、うん、あ、付き合ってくれて全然いいんだ、俺強いからさ、あの、うん、ノーバのメンバーはなかなか付き合ってくれなくて、なるほど、あのかぐやくんもまだ全然若いし、なるほどな、そう、あのサイさんもあの鏡さんも、うん、あの見た目で全然お酒飲まないんです、うちのキヨも強いから、あ、そうなんですね、今度一緒に飲もう、じゃあ今度一緒に飲みましょうね、だ今日は、うん、ありがとうございます、こちらこそ、はい、じゃあさ締めの曲弱い一緒にカラオケしましょう、カラオケしよう、はい、じゃあ
ファルチェの曲を流してもいい？歌いたいです。よし、それでは歌おう。革命クレッセントムーン。秘めた思い、自分さえ偽り、次第に見失う真実。それでいいかい、Babe。あるがまま、思うまま、生きるのって難しい。だけど。のえちゃん可愛すぎないか。楽しかったですねありがとう。今度またキヨともね一緒にやば、そうですね、やろう。あとうちの曲も今度カラオケで歌いましょう。ぜひ。いや最高、はい、よろしくお願いします。お願いします。楽しみです。はい、ということでむずいわ勝手に楽しみにしてる私、ね、いやよかったよ。もう直澄もねなんか久しぶりに聞いたけど、いや本当、いやセクシーな声でした。何を言うとりますの。ありがとうございます。皆さん楽しんでいただけたでしょうか、はい、ABC ラジオラジオペ、こちら青山オペレッタ広報部、エンディングとなります、はい、まずは番組からのお知らせです。まずはゆうたくんお願いします。はい、5月21日日曜日、東京大手町の日経ホールで青山オペレッタファンフェスタ2023が開催されます。青オペ初のファンイベント、内容盛りだくさんでお送りしますのでぜひご来場ください。チケット購入の詳細は舞台ホームページをご覧ください。はい、続いて陽介くんお願いします。はい、舞台の配信情報でございます。2022年5月に上映されました第3代舞台ファルチェ公演までの3公演を DTV アニメタイムズほか各プラットフォームにて好評配信中でございます。詳細はこちらも舞台ホームページでご覧ください。はい、ありがとうございました。いや今夜もいかがでしたか、2週にわたってこのメンバーでやらせてもらいましたけど、またこのメンバーでやりましょう。いや本当にいい、やりたい。やっぱり、ね、共通項があるっていうのはいいことですよ、うん、いいね。歌の話をもっとしたかった、まあ、確かに、ね、本当にそうなのよ。いや楽しかったですよ。楽しかった、うん、これは嬉しいね。なんか今回本当に穏やかな時が過ぎすぎて、うん、あそうなんだ。いやさっき先週も言ったんだけど、そんなにいつもさ、いつもそうなの、うん、どんなねえ荒れたメンバーでやってんだい本当だ。面白いんだけど、だからいつも笑って疲れるか、うん、なんかすごい汗かく。うっさでしょ。本当冬場でも汗かいつもだから、スーッとかいって。いやね、またこのメンバーでね、うん、たくさんお話ししたいですね。ぜひぜひ。はい、ということでですね、うん、なんか告知はあったりします？まあ、なんか僕あのねあります、うん、4月にまだ発表してないんですけど、うんうんうん、この段階では、はい、3月22日の段階では。うんうん、新曲を、あ、おめでとう。一曲デジタルで、え、すごい、ソロの、ソロのこれもう言っちゃっていいんじゃない、ちゃんと、まあ、3曲目になるんです、うん、おうおうおう、だし、タイトル未定なんです、まあ、あら、いいじゃない。この時には発表されてるってこと。あ、この時にはもう発表されてる、解禁されてる、はい、4月6日ですからね。ああ、僕が決めてないだけなんです。なるほど、なるほど、なるほど。いや、どうなるのか。あ、春にぴったりな曲になってるんで、うんうんうん、ちょうど楽しみ、楽しみ、いい時期かなって思うんで、すごい、リリースされたら聞いてください、聞いてねみんな、よろしくお願いします。楽しみです。素晴らしい。陽介なんかありますか。私もね、うん、6月の27日にメジャーでアルバム出ますので、うんうん、おー、はい、それはまだ今は発表、ここでやっとここで発表できる、ここでね、うん、すごいじゃん、はい、4月6日に発表、はい、ポップユーっていう、はいはいはい、僕ら平成じゃないですか、はいはい、平成リスペクトの
アルバムを全16曲入りですごいお送りします。平成リスペクト、はい、カバーってね、平成ポップスに影響を受けた僕が平成ポップスをリスペクトして全曲オリジナル。なるほどね、はい、面白い、はい、最高かよ。でしかも CD74 分ぐらいしか入んないんですけど、うん、フルまで入れてます。もうギリギリのギリまで、ギリまで、うわこだわり強いアルバムが、はい、ぜひぜひポップユー聴いてください。嬉しい、はい、嬉しいお知らせがたくさん。イエーイ。いや私はまあツイッターとか見てくださいって感じです。よろしくお願いします、ね、見てください、はい、見てくださいね。それではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手は小林達之と大隅優太と岸洋介でした。バイバイ。バイバイ。YouTube おまけコーナー、イエーイ、イエーイ。2本撮りましたね。撮りました。ありがとうございました。ありがとうございました。 ました。いやでも俺本当に会いたかったからすっごい嬉しかった。いやいやいや本当にいいね。もうだけどさ最初さ、うん、やっぱさもう入ってきた時にさ、うん、あなんか俺本当は話したいじゃんめっちゃ。そうね、もうすぐなの本当はなんだけどなんか鮮度だよなと思ってここでね。もうそうだよね、わかります、わかります。もう大変だったいっぱい話したい本当はすごい喋るからさそうなんですね。そうそうそう、だからさ よく我慢できたわね。いや本当我慢した大変だった本当に。でもなんかもう話せるね。もう話せるね。なんか好きなこと話してもらって、ね、だってさあれだよ、年齢で言ってもさ中1と中2でさ、そっか、役もね1個差とかだったりして。そうなんだ、1個違いの役柄の年齢も。嬉しいよ俺は。 いいね。でも早く共演してほしいです。共演したいです。なんかだからさ、うん、俺僕仕組むの大好きじゃない、いろいろ勝手にそうね、ね、いろんなことやっちゃえって楽しいことをね。だからやっぱり歌が歌いたいって人たちで歌を歌うべきだと思う、うん、絶対それを求めてくれる人たちもいるはずなの、はい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 、だからまだ会ったことないけどりょうきくんもね、うん、そっか、いや絶対喜ぶと思いますよ、ね、会ったことないんだね。そうなの、そっか、あ、サイさんと鏡さんだけなんだね。そう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 、あの場だと、ね、そっかそっか、そうだから W ゆうきくんはね、そう、うん、あ、そうね、そうそうそう、お世話になってるんだけど、うん、会ったことなかったからさ。そっか、うん、いやでも今回ラジオでねたくさん音楽の話そんなたくさんできたわけじゃないけど、うんうんうん、してなんか好みとかもね、いや合いそうだしね。昭和ソングとか平成初期好きだね。結構昔の歌謡曲とか好きです。 Say Yes って来た時に、ね、結構胸打たれちゃってカラオケでね1曲目に入れるのが Say Yes で、うん、え2曲目何入れるか聞いてもらっていいですか。2曲目何入れるの。スイートメモリー。やめてくれもう懐かしい、いいじゃねえか本当にマジかよいやそう、ね、キーは何個下げるのあれは。あ、ね、うん、上げますね。あ、逆に上げて1オクターブ下でやるのね、はい、なるほどね。いいな、いや、うん、いいね、いい、あのね一番いい音楽の時代に生きてる間違いなくなんか好きなんすよね。いやでも珍しいじゃないけどやっぱ自分より年下の子たちって割とイケイケな音楽聴いてるイメージがあって、ね、まあ、例えば今だったら YOASOBI とさ、ね、好きですとかいう子が結構多く聴くから、はい、昭和歌謡とかそういうなんか聴いてるイメージっていうのをなかなか聴く機会がなくて周りの年下の子でね。それはどこの影響からそうなの、うん、そうそうそう、あでも結構昔からからかもしれない、なんか先輩上の人が多くて、周りにが歌っててみたいな、覚えようかみたいな、でもさそれをかっこいいと思う感性があるってことが最高だなって俺は思っちゃうの。まあそうだよね、いいな、うわいいね、ごめんなんか変な感覚になっちゃうの。音楽最高だね。いいよね。でもやっぱ最近の曲って難しくないですか、うん、ね、難易度がどんどん上がってるというか、うん、ヒゲダンなんて俺歌えないっすね。そうだね、確かに歌わせる気ないでしょそうだねヒゲダンさん、まあ、これねあのアフタートークっぽいから、うん、ちょっと面白い話すると、うん、はい、世の中って SNS がどんどん変わってて、うん、今ってね TikTok でしょ、うん、TikTok って6秒じゃん、うん、だからね曲がね A メロ B メロサビをどんどん変化していかないとねお客さんが飽きちゃうんだって、うん、へー、そうだからすごく複雑なコード進行だったりとか急に転調したりとかっていう飽きさせない工夫をしてるんだ。だから今回俺平成リスペクトって言ったのはそれで逆を言ってやろうと思ったの、うん、あーなるほどね、あの時代最高だっただろうっていうことをやりたくて1曲6分とかあるし、いや、まあ、普通だったよね。でもそれが5分半とかさ、今2分半とかなの曲、うん、確かに確かに、コード進行なんてさ G、C、D、E マイナー、F とかだったよね。もうだからそういうのは一回やめようって言って、うん、もうだからその Say Yes とか Sweet Memories とか言われると、うん、いいね、もう本当にありがとうと思う最高
盛り上がったね。なんか音楽が好きな人が集まるとこんな風になるのね。そうですよ、本当嬉しい、はい、ありがとうございます。いや絶対いつか歌いたいし、歌ってほしい2人には。いや絶対やりましょう、カラオケ、ね、カラオケ行きましょう、はい、しということで、はい、おまけコーナーでした。みんなもエンジョイしましょう、はい、バイバイ最後の人さっきから締めすごいんだよな